DJ Master Key。 Yeah, check it out, show DJ Master Key ランチューブ、21、20台大台乗りました。 Yeah。 そうだよ、それ昨日だよね。まあそれで21日目なんですけど、今日も頑張って走りたいと思います。そうそう、最初にね、なんかね、このランチューブにコメントくれてる、いただいてる皆さん、本当にいつもありがとうございます。おかげさまでそれがパワーとなり、血となり、走らせてもらっている感じで、とてもありがたく、読まさせていただいております。ぜひメッセージ皆さんいただいて、くれるととてもありがたいです。なんだろう、俺ちょっと疲れてるのかな、なんかしどろもどろになってる、いつもでしょ。そう、本当にね、メッセージありがとうございます。そして、もしよろしければ皆さん、ぜひ、ランチューブの方、DJ マスターキーランチューブフォローしてくれば、いただければというふうに思います。それでね、なんかね、最近ね、新しいアプリ入れたんだよね。リライブとかいうやつで、ランニングのアプリなんだけど、なんか、俺のことフォローしていただいてる人なら多分見たことあると思うんですけど、なんか GPS 機能で走ったところがこう記録されて、写真も一緒に撮れるっていうね、なんかね、それ、後輩のやつに教えてもらって早速試してます。なんかね、ちょっと面白いよね。今まではね、ナイキのやつ使ってたんだけど、ちょっとそれを教えてもらって、結構まだよくわからないんだけど、いろいろそれも更新していきたいと思いますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。なんかさ、コメントって嬉しいよね。まあいろんなコメントあってさ、今さ、世の中で賛否両論あってさ、もうとんでもないコメントとかもあったりとかするわけでさ、ね、そういうのもあるかもしれないけど、ポジティブなやつはすごい、元気になるし、やる気になります。本当にポジティブ、グッドバイブスオンリーでいいと思いますので、全てプラスに持っていけるように、することがすげえ大事だなっていうのは、俺の人生でもいつも思ってるところですね。マイナスに考えてもさ、しょうがないからさ、マイナスに考えれば考えるほどマイナスにはまっていっちゃうし、呼んでいくわけだから、やっぱね、いいことを考えてるとね、いい気がこうやってくる。これはもう絶対間違いないから、そうでしょ。だからやっぱ笑う角には福来たるっていう言葉絶対あると思うんだよね。あとね、思ったことは引き寄せられちゃうっていうことも多分知ってる人は知ってると思うんで、俺も強くこう、なんていうんですか、ポジティブに考えるようにすることがすげえやっぱ大事だなと思ってるし、なるべくなら自分もそうでありたいけど、時々変なやつが出てきちゃったりとかすることもあるんだけど、そういう時は全力で阻止しなければいけないっていうこともあると思いますので、とにかく、グッドバイブスオンリー、ポジティブでいけるような、人生であるっていうのが絶対いいことだと思うんで、皆さんもそういう風になれるように、応援してますので、ぜひ俺も応援してください。そんな感じで、今日のランチューブ21、今ね、松陰神社まで歩いてきちゃったよ。いつもはね、若林天満宮、あとこちら松陰神社もうちから歩いてすぐでいつも来ております。松陰先生に挨拶しとかないとね。そんな感じで、そろそろ走ってみるか。今日もどこ行くか分かんないけど、まあ、後ほど、分かると思いますんで、 DJ マスタキのランチューブ21スタート。歌う臨床剣燃やせろバイブ、水に流す過去とロハイブ、トライ中予測バックスクリーンエスリースピンで場外ブッシュバットアスリーカットバスセバンドボンボーよしファストバス頭だなら頭からまたなしまたバウンスバウンスライトレフトネルビッグエッジ見せるコープレイにチンプレイライカ何やのハルダンダスパンチ夢のゼニジャーインも含めビートのチョーク声がフォーエバー MC3 連発でもピッチャーどれ安全さが記念言葉で還元学チャンスを出しサインはリリリゴとかくビビリの耳にも響きそうコンバットマジで天下の天下ファッケバ今日ウィンズ現場ネバネバネバサレンダー俺に心が巡るガレンダー秒間切れ言葉が中二番初めて夢中になる黄色いフリガンたちがまだ通じ合うジャンピングビーバービーバービーバー Here we go now マウザウト
なライト、うん、チャンプチャンプアラン磨く腕刀ひごな手上げな Hey フライガールドンサー感じる鼓膜のポイント繋がるパイプジョイン気をつけな気味さないアライカチャップリンライムライシルクハットのマッシャンスイエロートリックはたくさん懐ここはステージをラッドハウスキープオン日本夢追うゴールドディガー次のステージにしてステップアップ情熱せっかつ激しく震わせる高まるセクシーなベリーダンス Hey 飲もうかテキーラー気分はダボーセブンかスナイパーカールパンザサライトオーガスオンファイヤー小説のケツの因果火を吹くぜ黒いバイナルが回転火が引けロシアンルーレこれは発さね発せね肝を座ってる間違いねいかさましい仕込んだトリック何がこのライトレイ Here we go now Mouth of the door Big wave come on 3匹だけ爆完成爆発生成誰もが承知よはムジョールで儚い分は解除俺はジャグマルのオオサンショウウオまたはヤンソイランサンソシェット100ダンソールのプレゼンシーこれがマスターキミー 3MC センシーかけ殺すとレスタなんてごめんつづら折り山燃える天城越えかけしきれん残りがプルシュ頭一つ壊すループシュHere we go now Mouth of the door Big wave come on 3匹がけ爆完成爆発生成 Baby come on 3匹がけ Here we go now Mouth of the door Big wave come on 3匹がけ爆完成爆発生成 Baby come on 3匹がけ Here we go now みんな CMC みんな震えない You are great さあランチューブ21今日も頑張って乾燥しました今日はね、今日のコースは梅ヶ丘、豪徳寺共同千歳船橋行ってカンパチ入ってカンパチから、瀬田道で瀬田道をずっと渋谷方面に走ってまいりました。結構しんどい足痛いしみたいな。でも大体ねなんか特徴が分かってきたんだけど、ね、5キロぐらいからよくちゃんと走るようになってくるんだね。頭の時間かかるんだねアンクルになると。誰がアンクルやねん。間違いなく親父ですけどね。そうなんかね筋トレもそうなんだけどさやっぱ走りもさやっぱこの下半身って人間にとってすごい大事なんだなってやっぱ思うわけですよ。やっぱね下半身からこう全身にこう力がこう伝わっていくっていうそのための下半身が重要だってよく、皆さん言われてますけどそれがようやくこの年になって分かるようになってまいりました。ネバートゥレイト DJ マスタキ。そうだからねすごいねトレーニング筋トレする時もやっぱり下半身をやるとすごくいいっていうそういうところにたどり着いてそのスクワットとかそういうのをすごいよくやるようになったんだよね最近。それでなんかもしかしたら走りにもそれが少し反映されてるのかなとか思うような感じもありますけどね。なんかほら筋トレってさやり始めた時ってなんか上半身のさ胸とか腕とかばっかりやるんだけどやっぱり大事なのはその下半身オール下半身巨人です、大事なんですね下半身はやっぱり。そうだからこの走りもね走れるようになってきたなって思うのはやっぱそのせいなのか もしかしたら知れないけどね。まあ皆さんもあの筋トレとかダイエットとか興味あると思いますけどね。まあ特にあのダイエット女性の方あるけどなんかいろいろなさいい薬とかさなんかいろいろこう飲んで痩せるとかいうのがいろいろあるけどさちょっと俺はそういうのにわかに信じてないんだよね。
やっぱりね、ダイエットに一番効くのは有酸素運動だっていうふうに思いますね。盛り上がってんな、人気なんだよこの店、すっげー。そう、やっぱダイエットに効くのは有酸素運動で、やっぱそのウォーキングとか、俺はね絶対ね走りだと思うな。まあ究極言っちゃうと食わないのが一番安いと思うけど、それはナッシング、ナッシングオンユーなんで、まあ、有酸素運動、走り、筋トレ後の走り、20分後から、燃えるというふうによく言われてますけどね。そういうふうにしていって、炭水化物を減らせば、結構女の人とかダイエットしたいわとか思ってる人だと結構いいと思うよ。俺のアドバイスですよ。マスターキーメソッド、メスティキーメソッド、絶対聞くから、間違いないから、俺が言うんだから間違いないから。まあですけどね、そんな感じで最初の到着、最初の出発地点の松陰神社に戻ってまいりました。とりあえず松陰先生のとこ行って今日のお礼でも言わなきゃいけないよね。おお、10キロ回ってここにたどり着いたぜ。またじゃあ皆さんも一緒に吉田松陰先生に挨拶しますか。リレー二拍手。どうですか皆さん、ちょっとあの松陰神社お参りした気分になったでしょうか。なった気になるビデオとも作ったら面白いかもしれないね、こうやってね。特にあの地方の方々ご覧になってる人のために、今度そういうのもありますから。ちなみにこの間なんだっけ、明治神宮行った時はそういうビデオ撮っておいたんだよね。行った気になれる、マスターキーと一緒に行った気になれる明治神宮、地方の方限定、地方住まい限定とかいうので、そういうのちょっと作って、フォローしていただいている皆さんにぜひご覧になっていただきたいと思いますんで、南は九州、沖縄、宮古、石垣から北は北海道までのフォロワーの皆さんにぜひそういう面白いものも届けられたらいいなと思っております。よし、今日ちょっと長く話しすぎた。今日もいいランだったね。そんな感じで DJ 正木、30日間毎日10キロ走れるかチャレンジ企画第21回目のランチ部はこれにて終わりにしたいと思います。それでは明日第22回目をこうご期待とか言ってました。すっげえ雨降るとか言ってんだけど、どうする、あなたならどうする。今日はこんなもんで勘弁やー。